はい。それでは始めさせていただきます。介護事業所の管理職相談員が知っておきたい、介護保険制度改正のポイントと検討すべき具体的対応ということで、今日はお話をさせていただきます。サブタイトルがですね、2024年度第9期ですね、に向けて備える18のテーマということで、今日お話をしていきたいというふうに思います。 で皆さんもご承知の通りですね昨年12月、ですね国の方の介護保険部会、まあ、審議会ですね、こちらの方で意見書が取りまとめられまして、えー、方向性が見えてきたという今、タイミングになりますね。なので、正確に言えば、ですねまだこう決まっていないことではあるわけですね、この制度改正に関しては。まだ決まっていないことではありますけども、まあ、大きな方向性が見えてきたというこのタイミングで、ですねぜひこの改正内容のことをですね知っていただきたいということと、今日はこの改正 どういうことを考えていけばいいかっていうことについてもお話をしていきたいというふうに考えております。で、対象はですね、この介護事業所の管理職と相談員のあたりですね、を対象に、まあ、どんなふうなことを検討していけばいいか、次の第9期に向けて何を備えていけばいいかっていうところをですね、一緒に見ていきたいというふうに思います。